皆さんこんばんは、 MK です。ペーパーマリオ RPG パート77やっていきましょう。今回も前回に引き続き100階ダンジョンの方を進めていければと思います。現在いるのは57階、やっと折り返し地点は超えたというところでしょうか。まだまだ続く100階ダンジョン、果たして MK さんはどこまで進むことができるのか楽しみだという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そして50回超えてからやっぱり一気に難易度上がった感じしますよね。これ60回超えたあたりがちょっと怖いな。そしたらボロドーとダークテレサですので、これどうしようかな。スペシャルポイントが足りなくて囲んでポンとかもできないので、一旦これ体力犠牲にして普通に攻撃するしかないですよね。じゃあ待てよ、ダークテレサをマリオでまずは倒しちゃいましょう。で、手前のボロドをどうするかですけど、のこのこじゃ12は与えられないんですよ。で、バレルでも無理だから、おっとどうした、うわ見えない、何を投げようとしている、わかんないけど、とりあえずのこのこでアタック。石だった、よかった。ちょっとピンクボム兵が邪魔で見えませんでしたね。ここ防御にするか、いや一旦コールアタックは挟みましょうか。いやこれね、この強いパターンのボロドーはバッチを奪ってくる可能性があるんですよ。なのでしっかりガードしないと大変なことになりますよ。うわやばい、ピッキョロン A を盗まれた。ちょっと待って、これ普通に攻撃しちゃっていいんだよね。いや良かったはずだ、普通に攻撃すればうん取り返せるはず。クリスチーヌちゃんが前回そう言っていました、ピッキョロン A を取り返した、ぶねー。で、逃げられても一回戦闘から逃げてもう一回入ればそのボルドーと会うことができるらしいので、まあそこはあんまり慌てず行きましょうか。びっくりした、今の慌てずっつっても慌てたな。はい、ピッキョロン A はあここで出てくるわけじゃないのか、ちゃんと取り返してるよね。ちょっと確認してもよろしいでしょうか。あー今ゲットした判定になってるんだ。まあまあまあ取り返してるのでいいとしましょう。ピッキョロン A は何だったらあれだよね、ゴンババ城でしか取れないから、えこれって取られたらもう一生取り返せないのかな。いやそれはさすがにありえないか、どうなるんでしょう。ちょっとそのあたり詳しい方は教えてください。いやいやそうだよね、こういうさ1個しかストーリー中で手に入らないバッジもちょこちょこあるから、本当にそれは奪われたら大変だな。そしたらダークテレサ、いや待てよ、ワンワンが結構防御力高めなんですけど、あのねクリスチーヌじゃねえ、あのチュチュリーナが確か防御力ガン虫の攻撃を FP なしでできたはず。ちょっとそちら見てもよろしいでしょうか。はい、チュチュリーナで愛のビンタ、ほら敵をビンタして攻撃する、攻撃力を無視したダメージを与えると6だったらいけるんじゃないか。はい、 L を素早く何度も左右に倒してワンワン倒せるでしょうか。一気に6ダメージきた。やっぱそうだ、これクリスチーヌちゃんだったら月の新エモンとかこういうレッドワンワンとか防御力高いやつガンガン倒していけますね。本当は貫きコーラって感じですけど FP 使うからね、そっちはね。いやじわじわキノコいらな、これ。いや使いどこはないけど、まあ20個までねアイテム持てるようになりましたので、とりあえず今は持っておきましょうか。そうしたらお60回また行商人がいますけど、まずはこちら調べていきましょう。中からは2回アイテム、これは持ってるよね。いや持ってたと思う、2回アイテムって。ちょっと待って、一応確認させて、バッチのところで、並び替え種類順にして2回アイテム、いや、あった気がするな。2回アイテム P か、あれは。P じゃないやつは初めてゲットしたとか、そういう感じだったらまだ嬉しいんですけど、2回アイテムまずどこにある？あれ、あー持ってる。いや、被るのか、これ。っていうか、2回アイテムって私どこでゲットした？ちょっとそれすら覚えていませんが、はい、行商人で高くなってる？これ高くなってるよね。前35じゃなかった？おいおいおい、また足元見て高くしてんな、これ。でも買うしかないよ。FP は回復するしかないから、ハニーシロップを、うん、2つください。いや、これせめて売れたらいいんだけどな、じわじわキノコとか、いらないからさ、まあまあまあ、しょうがないですね。そしたら、ハニーシロップを、とりあえず1個、もう1個使うよ。はい、2個、もう1個使おう。はい、ここで3個。で、じわじわキノコを、ちょっと待って、クリスチーヌちゃん、そりゃこの辺りには何もないよ。じわじわキノコを戦闘中に使って、
まあなんとか、うん、そうだね、あの体力は回復しましょうか。そしてもういらないやつ捨てたいんだけどさ、あれこれこの場じゃ捨てれない、カチカチコーラ、あ捨てれないのか、かぶった時しか捨てれないの、うん、それはちょっと変わったシステムですけども、まあわかりました。じゃあ61回行きましょう。ここからはまた新しい敵が出てくる可能性がありますが、どうでしょうか。お、赤ジュゲム、待て、会ったことないんじゃないか。一応クリスチーヌちゃんに変えて物知りの準備はしておきましょう。そう、緑の甲羅のジュゲムは会ったことあるけど、赤は会ったことない気がする。そして後ろのやつはマホマホだったっけ。ああ、こいつは会ったことあるね。はい、じゃあ物知りからいきますよ。クリスチーヌちゃん、赤ジュゲム、名前はなんて言うんでしょうか。ジュゲムだから、まあ赤ジュゲムじゃない、曇りジュゲムなんだそりゃ、曇りジュゲムよ、曇り雲に乗ったジュゲムね。最大 HP は13で攻撃力は5、防御力は0よ。パイプを投げて攻撃してくるわ。パイプを構えている時は踏んだりするとダメージを受けるから注意してね。あと投げたパイプが空色トゲ像に変わったりもするわ。これ空色トゲ像も物知りしないといけないのでは。トゲ像を倒してもどんどん投げて増やしてくるから、こいつを先に倒した方がいいと思うわ。空色トゲ像、これ物知り対象だよな。いやだとするとまずはマホマホからいきましょうか。一発二発倒せないんかい。ちょっと防御力があんのか。そして待てよ、毒キノコが揃いそうで嫌なんですけども、これだけ。ちょっと一回ガードじゃなかった、防御力アップ。空色トゲ像を見たいんだけど、まあいいや、とりあえずマホマホ攻撃してホイホイ、こいつを倒しとく。そしたらスペシャルを攻略、うわやばい、まずは揃わないようにしないといけないよ。はい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 、ほい、この辺オッケー。あえてね今外す感じでございました。見えないんだよな、それ何持ってたんだろう。体力とかだったら叩きたくなかったけど、ただ放置するのはリスクか。でここアピールであえてスペシャルポイントを貯めていく。空色トゲ像を投げてください、曇りジュゲムさん、どうですか。これガードしないとさ、トゲ像が落ちないってこと。待って、お、ここで待て、これがどういうこと。ここであえてのアピールはい、クリスチーヌちゃんの可愛いアピールでさらにスペシャルポイント貯めて、マリオもアピール、これでどうだ。はい、空色トゲ像出してくれますか。はい、曇りジュゲムさん来たー青はやっぱ初めて見たよね。はい、じゃあこちら物知りしていきましょう。空色トゲ像、ん、初めてだよな物知り。あ、だよね。いやこういうの、待て、緑ジュゲムの時もやるべきだったのか。いやでもトゲ像って、うわ、そういえば会ったことないかも。これ普通のジュゲムでもやるべきだったんだ。空色トゲ像よ、曇りジュゲムが投げたパイプが変形したものね。最大 HP は6で攻撃力は6、防御力は4よ。体当たりで攻撃してくるわ。時々体を丸めて防御体勢になったり力を貯めたりするわ。スペシャル技なんかでまとめて倒すのがいいみたい。うわどうしよう、これ13でしょ。13だとギリギリ囲んでポンじゃいけなそうな気もしますが、まあやってみるしかないですね。はい、じゃあ囲んでポンで空色トゲ像と曇りジュゲム同時倒し頑張っていきましょうか。ちょっと待って、はい、ここ囲って、はい、囲、ちょっと待って、嘘でしょ。うわ何やってんの今の、今の何説明して MK さん。いや全然わかります。あ、いけるわ。はい、これでなんとかジュゲムも倒していく。これ最大でどれぐらい与えれるんだろう。12だと思ってたけど多分15、18はきついか、15ぐらいだったらいけそうですね。ということでちょっと待って、トゲ像がさ、物知りリストに入ってるか確認していいか。物知りリストで、あ、結構もう埋まってきてんな、ジュゲーム、あ、トゲ像埋まってる、よかった。そして曇りジュゲームと空色トゲ像も今埋まりましたと。134分の122、結構な数埋まってんな。まあ道中で逃したのはきらめくパンジーさんぐらいだと思うので、あとは100回ダンジョンで全員出てくれるんじゃないでしょうか。あれ、こいつは普通の骨の子だとしたら全然叩いちゃうけども、新しい敵じゃないよね。いや違うと思うよ、骨の子。あ、強い、待て、初めてか。いや初めてではない、どうだ。あ、物知りか、カロンか骨の子じゃなくてカロン。そういえばこのゲームは別扱いでしたね。でアイスパックンは調べたことがあるので、ここは
待てよ、どうすかな、貫きコーラで倒しきれないんだよな。待てよ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 、これバレル行く FP ちょっともったいないけど、ダメージ受けるよりいいから。そうですね、じゃあマリオは一旦アピール、これでスペシャルポイントを貯めてクリスチーヌを、あ待てよ、アイスパックンだったらこれビビアンちゃんの魔法の炎でいけないか、弱点だから倒せるような気もしますけど、いやでもなんか言うてプラス1ぐらいだよな、やめましょう、すんごい爆発でなんとかしたいと思います。いやこの辺りからは本当 FP との戦いになってくるぞ。はい、なんとか全員倒しました。いやこれ次のターンで余裕あったら元気元気一回やりましょうか。いやまだ早いか、元気元気で FP が12以上回復、いやする可能性あるよな、もうちょっと FP を消費してからにしましょう。ということでまだまだ進んでいきますよ、今回で70回以上は行きたいからね。うわ魔法魔法また出てきた、え色は、いや違うくないか、一緒か、うん紫だよね、なんかむ、おっとなんだったっけ、ダークガースみたいな、いやでもあったこと、パワープラス、ちょっと待ってパワープラス持ってる、おいおいおいパワープラス持ってる、落ち着け落ち着けよ、ここはチュチュリーナに変えてしっかり中ドロボ、これでなんとか取っていきましょう。タイミングよく A を押して OK のエリア内でゲージを止めろ、落ち着け、はい OK のゲージ内で A って OK、 ナイス、パワープラスでっか、これつけよう、うわそして待って強くねえか、3、20、10、ちょっとやばくね、ちょっとやばいな、これは囲んでポン打つしかないかもしんない。いやパワープラスマジででかい、いやただパワープラス P の方が嬉しかったか、いやそうでもないか、どっちもどっちか、はいここでさらに囲んで20は無理だよな、これさすがに、いや20は無理だと思う、はーいでさらに、はーいもう、あー無理か、5残った、これただチュチュリーナが前だから、うわマリオに攻撃してくるか、トゲを持ってるんでこれジャンプじゃ攻撃できないから、まあ愛のビンタで普通に倒していきましょう。防御力無視なんで、まあ多少防御があってもこれで倒しきれるでしょう。6が確定じゃない、7か、オッケーオッケー、いやおーアクロバットもなんか一回決まった。いやーちょっとパワープラスつけるけど他に外すのあるか、これマリオにさパワープラス集中させてあえてパワープラス P を1個外す？いやでもマリオって全体攻撃持ってないんだよな。いやここでパワープラスでかすぎだろ。6必要だから。いや6もないって外すの。アピール2つは外してもいいような気はしますけど。いや言うてそんなもんだよな。フラワーフエールとか外せないし。いや外せないな。ハートフエールも外せない。これレベルが上がったらつけましょう。ちょっと今のところはアピールの方が重要かと思います。いやでもパワープラス手に入ったのでかいな。これいやでも1レベル上がったぐらいじゃつけれないんだよな。2レベル上がんないとつけれない。あばばば、危ない、危ねえ、ワープしないで、びっくりするな。ということで、おっと4体、いや言うても経験値は変わんねえからな4体だから一気に稼げると思いきやそうでもないんすよ。はい、ということでちょっと一回さこれチェンジして、あのビビアンちゃんやっていいか。これが倒せるんだったら今後バレルをわざわざ使う必要がないので一度試させてください。魔法の炎 BYBXY、 はいちゃんとマックスアクロバットまで決めましたが、やっぱ残るんだよな。ちょっと待てよ、だとしたらこれガード前提でアピールする。いやファイアフラワーとかないよね。いやないんだよこれ、じわじわキノコ、ちょっと待て、ちょっと待てよ、これどうしよう、でっかくドッカンで倒す。3体から攻撃受けるのはさすがに、いやここはあえての元気元気でいこう。元気元気で回復して全員ガードして、よしそれでいきます。はい、で周りを、ちょ毒キノコマジで危ない、毒キノコマジで危ない、あ今当たんなかったか、よかった今毒キノコ撃ったような気してたわ、危ないぞ。ちょっと待ってマリオちゃん、ちょその手前の FP だけ、もうもう待って、全然うまくいってない。はい FP 取って、毒キノコ多すぎるよ毒キノコやめてよ。まあまあまあ5回復したらいいとしましょうか。で、はいここしっかり、なんならスーパーカード、うわー待って、強っ、ちょっと待ってマジか、これ
はいはいはい、カード、嘘でしょ、ちょっと待って、強すぎる、やばい、うわこれもうガードできないわ。まあビビアンちゃん直接攻撃だったらいいでしょう。で一応これで全滅ですけど、いや、やられた、非常にやられた。今のは予想外、経験値は1しかもらえない。じわじわキノコ次で使うか。そうだね、ああ FP は一応1個回復させてくれる。いやウルトラキノコとかはさすがにでしょう。タンコブを使うっていうタイミングでもないと思うので、よしこのまま進みましょう。最悪ね、1回やられてもまあ緊急キノコがあるから多少のリカバリーは効くかと思います。こいつは絶対先制攻撃決めたいよね。体力20だもんね。2体か、おおない、2体は。うわ、そしてまたピンクボム兵だらけで何も見えない。これどうすっかな。11、20、ぐるぐる目回しかなんかが決まるんだったらこれが一番いいか。まあそうだな、じゃあ一旦これぐるぐる目回し使ってみよう。でここでアピールとか使ってなんかうまいことをね、スペシャルポイントが貯めれるんだったらそれが一番いいからね。そしたら待てよ、アイテムで、いやでもこれビビアンちゃんが使うとビビアンちゃんになっちゃうから、あえてのここは奥のやつを攻撃するか。そうだな、駆け抜けパンチでやり太郎、奥のやつをなんとか攻撃していく。うわ炎ついちゃったか。まあまあまあいいや別に、うん、2ダメージだもんね。でこいつオッケー、よくオッケー、避けれる、はいこれも避けれる、素晴らしい。ぐるぐる目回しのターン稼ぎいいぞ。でここは勇気のじわじわキノコだ、行きましょう。はい、じわじわキノコをマリオに使っていく。でビビアンちゃんはアピールしてなんとかスペシャルポイントをためにかかりましょう。10ターンかけて回復か、ちょっと長えな。はい、ビビアンちゃんかわいいアピール、これ次も外してくれるよね。ぐるぐる目回し一応もう1個あるからさ、それもうまく使い、 OK。 これ絶対当たんないの？絶対ではないよね。いや絶対か、待って、絶対当たんないような気もしてきた。はい、で2回復、そしたらまあアピールだわな。はい、マリオもビビアンちゃんもアピールしていく。これ念のためさ、ビビアンちゃんを前にする、ああもうやっちゃったか。でアピール、さらにスペシャルポイント回復、いいぞ。ぐるぐる目回しとこのアピール、スーパーアピールか、スーパーアピール、スーパーアピール P のコラボいいぞ。で、はい、相手の攻撃はしっかり外れる。これもう1回いくか、じわじわキノコをここで無駄にしたくないんで、マリオ一応前をビビアンちゃんにして、ここでアイテムぐるぐる目回しもう一丁いっちゃってください。いやこの作戦めっちゃいい、こういうのが重要になってくる。うわちょっと待って、一体だけかかんなかった、これはどうする。何かアイテムあるっけか。ふにゃふにゃくん、防御力ダウンはいらないな、仕返しもいらないし、あれなんかできない、なんもできねえか。だとするとちょっと待てよ、これ手前のやつだけ先倒すか。いやでもハンマーで倒しきれないな。まあしょうがない、一旦ここはアクロバット。これさ、スターが揃えば一番いいんだけど、うん、ビンゴもなかなか厳しいよね。まあまあまあ、ビビアンちゃんだったら5ダメージも許しましょう。おっと、当たるとき当たるな。そしてビビアンちゃんの体力が非常に危ない。影隠れか、これ影隠れもワンチャンあるよ。落ち着け、まず手前を倒しちゃうか。そうだね、影抜けパンチで手前を倒して、それからまた後のことは考えましょう。こいつ、いやまだいける、まだいける、これ、いや元気アピールだな、勇気のアピールだ。よしアピール、よしこれでまさらにスペシャルポイント貯めていく。超元気をやりたい、せっかくだったら。で相手の攻撃きますけども、ここな、うーわビビアンちゃん緊急キノコ1個使うか。まあしょうがない、これはしょうがないわ、ビビアンちゃんを過信しすぎた。うーわー、だってぐるぐる目回し状態だったらいけると思っちゃうもん。じゃあとりあえずバレルかなんかに変えて、うわーでも、もういや次のターンぐらいは稼ぎたいよな。ここアピールだな、はい勇気のアピール。いやせめて防御しとけよかったか。うわーバレルのアピールって爆発するんだ。はい、じゃあマリオもアピール、スペシャルポイント貯めていく。で相手の攻撃が来ますよ、これちょっとバレルさん当たんないでほしいな。まあ体力40だから最悪当たってもいいけど当たらない。で
これで相手のぐるぐる目回しが取れました。倒しちゃうかもう一旦か。ちょっと待てよ、バレルの攻撃だったら倒せないな。マリオのハンマーで倒せるんだっけ。ちょっと怪しいな。一旦バレルでもう一回だけアピールして、その後マリオのハンマーを試してみましょうか。そう、あれ槍持ってるからトゲ持ち扱いなんだよね。ハンマーでいっけ。もう倒せるんだったら倒してもいいよ。倒せないんだったらまあいいでしょう。オッケーオッケー、それでもいいや。でバレルだったら体力40あるんで、まあまあまあ多少食らってもいいという感じでございます。でさらにここ体力回復、さらに待てよ、これ超元気使うわ。そうだね、超元気で FP と、うわ超元気を使うんだったらバレルは一回交代だ。ここあえてビビアンちゃんに変えて、ビビアンちゃんの体力を超元気で回復した後にビビアンちゃんでこいつのとどめを刺しましょう。いやもういろいろ考えること多いな。超元気いきますよ。本当にこれ毒キノコ気ぃつけろ。 FP だけは絶対に満タンにしたい。はい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 、いいよ。うわうわ、でっかい FP 取れなかった今、最悪。 OK、 でっかいビビアンちゃんのハートは取り、うわもう毒キノコやめて、毒キノコやめて、ちょマジか。 FPOKOKOK、 うわちょ待って、はいビビアンちゃんのでっかいのと16、20、11、まあまあまあ悪くない悪くない、こんだけ回復したらいいとしましょう。34ほぼ満タンだもんね。よしてビビアンちゃんで最後駆け抜けパンチ、とどめを刺していきましょう。まあまあまあ緊急キノコは1個使っちゃったけど悪くなかったし、おっと、そして経験値2倍はでも2だ、あ2が4になる、ありがとうあそろそろあれか、経験値が1じゃなくて2になってるな。だったらまあここでかかった方が良かったかもしんないね。はい75まで来ましたよ。ラスボス戦の前に1レベを上げたいな。そうすればいい感じにね、スペシャルポイントとかマックスの状態でラスボスに挑めるんじゃないでしょうか。ということでまだまだ行きますよ。おっとこいつは待て、いやーまあ別に関係ねえか、別に関係ないな。うん、ビビアンちゃんでいいや。はいビビアンちゃんで先制攻撃決めていく。他の敵も見たことあるね、マホマホと曇りジュゲムでございます。体力13だったっけか、確かそんなだったはず。あー13だね。うわどうすかな、マホマホジャンプじゃ倒せないんですよ。なのでここは魔法の炎、いや待てよ、10と4か。バレルで倒しちゃった方がいいかもしんねえな。ちょっと FP あるんで仲間チェンジバレルに変えてマリオを先頭にして、マリオちょっと待てよ、マリオでアピールでバレルの爆発で全体的に倒していきましょう。これ防うわただ防御無視じゃねえから、マホマホワンチャンワンチャン耐えるな。あれマホマホ耐えます、耐えた、1耐えるか、マジ。まあしょうがない、ちょっとこれ防御力アップとかにしといてくんねえかな。どうだ攻撃か、え何何何が、うわー分裂だー。あーでも体力1だったらいいや、よかった。あだったらこれ経験値的には分裂してくれた方が助かるかも。はいノコ太郎に変えてマリオはアピールしっかり決めていく。いやスーパーアピールのバッチマジで強い。で守備瓶コーラだな。はいこれでちょっと貫通やっちゃってください。光った時に離していく。あこれ4体倒せるんじゃないんだっけ。あ全然私が勘違いしてたわ、4体倒せんのかと思ってた違うね、正解の1体の分しか経験値は入らないみたいです。ということでなんかいいの落として FP か、まあいいでしょうっていうか今何回、66回、ちょっと70回が思ったより遠いな。頑張るぞ。まあまあまあさっき結構ね回復とかぐるぐる目回してごちゃ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 頑張りましたから、はいカロンちゃんも先制攻撃決めていく。こいつはうわアイスパックンとセットか。でアイスパックンはさっきやった感じだと、ビビアンちゃんの魔法の炎で倒しきれなかったのでここは囲んでポンだな。オッケー、じゃあノコ太郎でアピールしたらマリオで囲んでポン決めていきましょう。 FP が23とかあるうちに、そうだねこれはやっといた方がいいと思う。いや結局囲んでポンがいっちゃん強い。一撃コロリが、いやこれ微妙なんだよな、一撃コロリが2だよね FP。 ただね倒せない可能性が入ってくるんだったらって思っちゃうんだよな。だって FP2 使って倒せなくてさ、なんかさらに攻撃したりしてアピールもできないみたいなのって良くなくない。だとしたら
4使ってても絶対倒してアピールも1回決めた方がもう実質3だから、これスーパーアピールつけてれば、あの一メモリ絶対アピールで溜まるのね。だからそう考えると、まあ今のが正解だったでしょう。ということで、まだまだ進んでいきますよ。結構本当にもう同じ景色ばっかりで頭おかしくなりそうですけども、おい魔法魔法、こいつ複数体やだな、結構防御力あるから、うわははは、そういう時に限って多いんだから君たち。これどうしよう、囲んでポンは今使えないから、こういう時こそ一撃コロリにかけてみるか。いや貫きコーラだったら全体攻撃いけちゃうか。そうだね、じゃあ貫きコーラいってください。はい、連打で、ただ7、8、倒しきれはしないよね。9か、うわこれ11もどうしようもなんないんだよな。でっかくドッカンぐらいしかなくなっちゃうんだよな。あーでもでっかくドッカンはさすがに良くない。よし、ここは普通のジャンプで1体倒して、もう1体がちょっとこれ攻撃力とか防御力上げる、あ待って FP 揃うかも。うわっと最悪、いや今ビンゴで FP 揃いそうだった。もう1ターンあったらアクロバットで溜まったのに。これうわー、これね戦闘終わっちゃうとあれなくなったことになるんですよ。やらかしてる今の。なんでステージギミック動いた、今ステージギミック動かなかったらビンゴチャンスだった。いろいろ噛み合わないもんですね。ただ今めちゃくちゃ経験値もらったな。そろそろ一回経験値アップできそうだぞ。経験値アップ、レベルアップできそうだぞ。はい、先制攻撃、こいつ多すぎ、こいつ強いからやめてほしいんだが、貫きコーラからのマリオの攻撃だと倒しきれない。すんごい爆発か。いやでも FP もったいねえな。一旦守備瓶でそっから考えるか。はい、光った時に離していきます。はい、 OK で帰ってきたところ、アクロバットからのアクロバット、うまいね。で12でしょ、アピールで時間潰すわけにもいかないから、ここは一旦普通にハンマーかな。で相手の攻撃が5ダメージなんでガードしてね、ノコ太郎が食らう分にはまあいいでしょう。いやてかノコ太郎って社員に、うわっとマリオの方に来るんかい、それはやめてほしかったな。そしたらまあノコ太郎でアピールしてマリオでとどめって感じかな。ちょっと今のマリオへの攻撃勘弁してほしかった本当に。はい、マリオのハンマーで叩いていく。 OK、 あ2回目のアクロバットがうまく決まりませんでしたが、まあまあまあ、いやコイン結構手に入るな。そう考えるともうちょっとハニーシロップとか買ってもよかったかもね。ということでさらにコインを取りまして、今何回、69回ってことは次が70回、やっと宝箱のところでございます。残り30フロアか。ふう、ちょっといろいろ大変ですけども、一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょうか。じゃあ次回は70回の宝箱を開けて、さらに行商人からハニーシロップを大量に購入するところからやっていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら行商人、ぼったくりなんだよな。